皆さん、こんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。みっちです。はい。前回は、いつ何々ができますかとかですね、いつ何々をしましたかとかですね、いつというのを使った表現を練習したんですけども、今日は、どこにとかですね、どこでとかっていうのはですね、表現を練習してみたいと思います。これらの表現が使えるようになりますと、例えばですね、道に迷った時に、例えば、そうですね、駅はどこですかとかですね、場所、方角を尋ねたりだとかですね、または、何かをする場所がわからないときに、どこで私って何々ができますか、例えばチケットはどこで買えますかとかっていうのはですね、表現が英語で言えるようになります。さあ、そしたら、まずはじめに、いつも通り、単語をですね、私皆さんでですね、大きい声で言ってみましょう。準備はよろしいですか ?3、2、1。はい。exit, exit, checkout counter, checkout counter, fitting room,Fitting room, restroom, restroom, lost and found counter, lost and found counter, eat breakfast. はい。はい。そしたらですね、先ほど練習した単語表現の方なんですけども、こちらはですね、以前何度か出てきてますので、ちょっと説明は省略させていただいて、まずこれ行きましょう。はい。朝ごはんを食べる。eat breakfast なんですけれども、こちらを使って、そうですね、あなたは普段、最初に yes no で答える質問を作っちゃいましょう。あなたは普段、朝ごはんを食べますか?というふうに言いたいんですけれども、ちなみに、普段って何て言ったらいいんでしたっけ?普段。はい。普段何通りかあるんですけども、一番一般的なのがこれかなと思うんで、行ってみましょう。usually, はい。usually. はい。なので、あなたは普段朝ごはんを食べますかっていうふうに、まず最初に疑問文を作りたいんですけども、あなたは何々をしますかっていうふうな疑問文を作る場合にはですね、まあ 100% ってわけではないんですけども、基本的に頭にこれをつけます。do you? で、先ほどの普段、何でしたっけ?はい、普段。usually になります。で、朝ごはんを食べるっていうのが eat breakfast なので do you usually eat breakfast というふうに言っていただけるとあなたは朝ごはんを普段食べますかというような意味になります。じゃあこれ言ってみましょう。do you usually eat breakfast? はい。do you usually eat breakfast? はい。ここまでで yes no で答えられる疑問文。あなたは何々しますか?はい、答え方は yes か no の答えになるんですけども、ここ yes か no で答える疑問文ができました。はい、で、この do you usually eat breakfast? の前に、あなたは普段朝ごはんを食べますか?というですね、疑問文の前に、さらに前にですね、どこでというのをつけていただけると、あなたは普段どこで朝ごはんを食べるんですか?というのはですね、疑問文ができるんですけども、ちなみに、どこでって英語で何て言ったらいいかご存知ですか?どこで。はい。どこではですね、where になります。なので、do you usually eat breakfast? の前に where をつけていただけると、あなたは普段どこで朝ごはんを食べるんですかという疑問文ができるんですけども、さあどういうふうになると思いますか?はい。正解は、where do you usually eat breakfast? というふうに言っていただければ OK です。じゃあこちらちょっと一緒に練習してみましょう。where do you usually eat breakfast? はい。Where do you usually eat breakfast? はい。はい。なので、こちらも基本的には、前回の when、いつと同じで、まずはじめに、yes ので答えられる疑問文を作ってしまってから、その上にさらに、その前にさらにですね、where というのをつけていただけると、どこでとかですね、どこに何々というのはですね、疑問文ができます。なので、eat breakfast で朝ごはんを食べるなんですけども、あなたは、どこで朝ごはんを食べたんですかっていうふうに聞きたいんですけども、どういうふうになると思いますか?あなたは、どこで朝ごはんを食べたんですか?はい。なので、まずはじめに、あなたは朝ごはんを食べましたかというですね、過去の疑問文を作ってしまって、その前にさらに、where というのをつけていただけるわけなんですけども、はい。ちなみに、過去形の疑問文を作る場合には、基本的にはですね、did you っていうのをつけていただければ OK です。で、それの前にさらに where なので、正解は where did you eat breakfast? というふうに言っていただければ OK です。行ってみましょう。where did you eat breakfast? はい。where did you eat breakfast?
これであなたはどこで朝ごはんを食べたんですかという表現になります。じゃあこれ言ってみましょう。あなたはどこで朝ごはんを食べるつもりですか。朝ごはん、まあ、普通の人は家か、まあ、泊まってるホテルとかなのかなと思うんですけど、まあ、はい。もしかすると、まあ、通勤途中にマクドナルドだとか、そうですね。サンドイッチ屋さんなんかあるかもしれないです。もう、あなたはどこで朝ごはんを食べる予定ですか、つもりですか。 Will を使っていきましょう。 Will を使った未来形で、はい。よろしいですか。まずはじめに、未来形の疑問文を作る場合には、頭に、Will you? またはですね、Are you going to? でも構わないんですけど、まあ、とりあえずこれでいきましょう。Will you?で、eat breakfast? あなたは朝ごはん食べるつもりですか?で、その前にさらに where をつけていただいて where will you eat breakfast? っていうふうに聞いていただけるわけです。言ってみましょう。where will you eat breakfast? はい。where will you eat breakfast? はい。はい。で、ちなみに、英語で未来のことを話す場合、未来形ですね、はですね、二通り基本的にありまして、will を使った表現と be going to を使った表現があるんですけども、もしそちらを使った場合、あなたは何々するつもりですかっていうふうに言う場合にはですね、頭にこれをつけます。are you going to で、例えばここにほにゃららのところにですね、eat breakfast を入れていただけると、あなたは朝ごはんを食べるつもりですかっていうのは英語ができるんですけども、はい、こちらの場合も同じで、頭にですね、where、どこでっていうのをつけていただけると、どこであなたは朝ごはんを食べるつもりですかっていうの表現になります。じゃあ、Where are you going to eat breakfast? の方も練習しましょう。よろしいですか? Where are you going to eat breakfast? はい。Where are you going to eat breakfast? はい。はい。で、ここ、ちなみに、Where are you going to eat breakfast? で、それを日本語に訳すと、あなたはどこで朝ごはんを食べる予定ですかっていうような意味になるんですけども、ちなみに、Are you going? ここでストップしていただけると、あなたは向かってってるんです。あなたは行っているんですかっていうのは英語になります。なので、この前にですね、Where っていうのをつけていただけると、Where are you going?という英語ができるんですけども、はい、Where are you going? どんな意味になると思いますか？はい、先ほど Where はどこでっていうふうに訳させていただいたんですけども、この場合にはですね、どこにというふうな訳にさせていただいて、どこにあなたは今向かってってるところなんですかっていうのは英語になります。はい、なので Where、どこでとですね、どこにの両方兼ねてます。じゃあこちら行ってみましょう。あなたは今どこに行くの ？Where are you going? はい。Where are you going? はい、こっちのなんかあれですね、僕が、かみさんが例えば、スーツケースに、こう、夜な夜ななんかこう、荷物を積んで、詰めてた時なんかにですね、Where are you going? どこに行くんだいとかですね、な感じの時に使うかなと思うんですけど、でも、うちはそんなことありません。未だにですね、もう付き合って20年以上経つんですけど、未だにラブラブないですね。誰もそんなこと聞いてないですね。失礼いたしました。はい、次参りましょう。はい。はい、あとは皆さんなんかがですね、よく海外旅行なんかに行った時に使えそうな表現がですね、例えばホテルなんかで、すみません、私どこで朝ごはん食べたらいいんですかねとかっていうふうに聞くんであれば、頭にまず最初にイエスのでつくイエスので答える疑問文はですね、 Can I? っていうのをつけていただいて、 Can I eat breakfast? っていうふうに言っていただくと、私朝ごはんを食べてもいいですかっていうのはですね、英語ができるんですけども、この前にさらに Where? っていうのをつけていただけると、どこで朝ごはんが食べられますかっていうのはですね、意味になります。 Where can I eat breakfast? 練習しましょう。 Where can I eat breakfast? はい、Where can I eat breakfast? はい。あとは皆さんが海外旅行などに行った時にですね、よく言いそうな表現っていうのがですね、〇〇はどこですか?例えば、そうですね、駅はどこですか?とかですね、博物館はどこですか?とかっていうですね、表現があるかなと思うんですけども、こちらは後に続くものがですね、もし単数、例えば一つのものを探しているんであれば、Where is で何々このあっていうのを無視してください。Where is 何々になります。もし探しているものが複数あるんであれば、Where are 何々っていうふうに言っていただければ OK です。そうですね。と探しているものが複数の場合、例えばまああんまりこういうことはないかなと思うんですけども、Where are my pants? はい、ズボン。右と左の足を入れますので、英語では複数形を使うんですけども、Where are my pants?
私のパンツはどこ、あんまり聞かれても困っちゃいません。これにしましょう。はい。私の靴はどこですか？だったらどういう風になると思いますか？はい。靴はシューズ。はい。右の足用と左足用なので、はい。いつも二手の場合には靴はですね、複数形なので、はい。私の靴はどこですか？はい。はですね、Where are my shoes? という風に言っていただければ OK です。行ってみましょう。Where are my shoes? はい。Where are my shoes? はい。あんまり使うことがないことを祈ってます。はい。私の靴はどこ？はい。はい。じゃあ、そしたら今度は探しているものが一つのバージョンで言ってみましょう。例えば、exit。出口なんですけども、出口はどこですか？ Where is the exit? はい。出口はどこですか？ Where is the exit? Where is the checkout counter?Where is the checkout counter? Where is the fitting room? Where is the fitting room? Where is the lost and found counter? Where is the lost and found counter? Where is the restroom? Where is the restroom?はい。はい。そろそろですね、時間になってしまったんですけども、まとめは、前回と同じで、基本的にはですね、どこでとかどこにっていうふうに言う場合にはですね、まず最初に Yes, No で答えられる疑問文を作ってしまってから、さらにその前に Where っていうのをつけていただけると、どこで何々するんですか、どこで何々しましたか、どこに行くんですか、とかですね、何々はどこですかというのはですね、表現ができるようになります。はい。ちなみにですね、僕なんですけども、インターネットを使ってスカイプやですね、フェイスタイムで、英会話、中国語、スペイン語、または外国人向けにですね、日本語のレッスンも行ってます。もっと私、英会話、中国語、またはスペイン語、上手になりたいっていう方はですね、ぜひ、はい、こちら、はい、僕のホームページの URL が出てるんですけども、こちらにアクセスして、お気軽にお問い合わせしてみていただけたらと思います。体験レッスンもできますのでですね、ぜひお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。皆さん今日もどうもありがとうございました。それではまた後で。See you!